それではコメントの方始めさせていただきます。はい、で現在のコンディションとか、はい、調整具合を教えてください。はい、コンディションは本当に体重も落ちてきて、練習もハードな練習もしたので、まあ調子は順調ですね。はい、直前で、はい、まあ、アパリサイテが特に変わるのもありましたけど、はい、まあ、改めてこうダニエル・プーリックの印象というか、まあ、どんな思いですか？そうですね、本当に荒い選手 で攻撃力もありそうで、うん、ちょっとやりづらそうな感じはしたんですけど、まあでも本当にトーナメントなんで、もう1回戦から全力で行こうと思ってます。まあ、直近の試合で、はい、オンサで、はい、左一発の試合ありましたけど、はい、ご覧になりました？そうですね、試合映像は見ました。はい、まあ、まあちょっとあの試合じゃちょっと分からないところがあるので、まあ、ポンサでも試合が続いての試合だと思うので、まあ、ちょっと参考にはならないかなっていう感じはするんですけど、はい、でも本当にああいう KO は衝撃的でしたね。はい、見てて、はい、それ以外の試合もいくつか見られたんですか？あと1試合のなんか中国の選手とやった試合を見たんですけど、はい、でもそれを見てもやっぱり本当にアグレッシブで本当に強気で前に出る選手なんで、うん、その試合は負けたんですけど、でもそれ見てもやっぱり強い選手だなって思いました。はい、変わる前のヨハネス・ウルフが、はい、なんかこう変則系みたいな選手で、はい、今回こういうなんかガツガツくるタイプで、かなりこうガラリと、はい、相手のタイプ変わりましたけど、はい、対策とか練習面はどう変えられましたか？まあいろんな選手ともやってきたので、もう次で40戦目ぐらいなんで、40戦目なんで、まあこういう選手にはこのパターン、こういう選手にはこのパターンっていうのはもう頭の中には入っているので、まあその試合に応じてちょっと対策していこうかなって感じですね。はい、こういう選手的にああいうタイプ、ゴンガンが来るタイプっていうのは得意な方ですか？あそこまで、なんですかね、変則的でガツガツ来る選手とはやったことがないので、綺麗なこう前に出る選手とはやったことはあるんですけど、ちょっと荒くてなんかこう次の攻撃が読めない選手とはあんまりやったことがないので、どうなるかは分からないんですけど、まあでも来てもらった方が僕は、はい、いい試合になると思いますね。はい、そうですね、はい、あんまり、まあ、あんまりどうでもいいかなっていうぐらいで、あんまり気にしてないですね。はい、まあ、僕もワークアウトなんですかね、やってるとか聞いたんですけど、まあ、僕はチームドラゴンで、本当に日本一のチームでやってると思ってるので、まあ、関係ないですね。はい、どこでやってようが、僕は貫くだけですね。はい、はい、全体をどう考えているのか、その1回戦に集中しているのか。もう、なんですかね、トーナメントっていうのはあんま考えてなくて、本当に試合試合っていうのが大事だと思うんですけど、1日に、なんですかね、単発で3試合、なんかちょっとの休憩で3試合 やっちゃうみたいな、いう感覚でですね、考えてます。はい、あんまりトーナメントだから次っていうのじゃなくて、1試合終わったら、なんすかね、次、次っていうか、次の試合がもう決まってるぐらいの感覚ですね。はい、今までもう、はい、もうワンデートーナメント経験されてますけど、はいはい、なんか練習っていうのは変えますか？それとも普段通りやる感じなんですか？あんまり変えてないですね。はい、まあ本当にチームドラゴンの追い込みトレーニングは本当に厳しいんで、まあトーナメントだろうがしっかり追い込めてると思うので、あんまり考えずに普段通り追い込んでますね。はい、あとはもう本当にトーナメントだからこうラウンド数を増やすとか関係なしに、一試合一試合大事に戦いたいので、
3分3ラウンドを3回やるっていう感覚しかないですね。はい、因縁のペノイが、はい、ペノイは知ってますか？あんまそこも考えてなくて、まあ、ベノイよりも兄に勝ってもらいたいっていう気持ちの方が強いので、まあ来るんだったら、まあ、あっちのブロックも結構強い選手が多いんで、まあ誰でもいいかなっていう感じですね。まあでもその中でもやっぱり兄が決勝まで上がってきてくれたら僕も嬉しいですし、それで十分も気合が入るというか、いい刺激になると思うので、はい、勝ってほしいですね。はい、対戦する可能性があるわけなんですけど、はい、今日も一緒に練習させたと、ずっと最後まで練習一緒にやられるつもりですか？そうですね、はい、もう一緒にやるつもりです。もう決勝までやったらもうお互い知り尽くしてるんで、もう関係ないですね、もう。はい、そういうのはないですけど、まあでも本当にお互いにこう、なんですかね、お互いに本当にもう自分の技とか武器とかも本当にもう知り尽くしちゃってるんで、もう本当にあんまそういうの考えてないですね。もう、はい、もう気合い入れて気持ち出して戦うしかないなっていう、はい、それだけですね。はい、全然、この時もサンプリしてるんですか？もう、あんまないですね。でも、いつもよりもさらにこう、マスもやらなくなったっていう感じはありますね。はい、スパーリングはやらなかったんですけど、マスとかはちょこっとやってたんですけど、もうマスもあんまりやらないし、お互いにミットとかも持ち合ってたんですけど、まあ、そういうこともあんまり少なくなったかなっていう感じですね。はい、なんだかんだちょこっとはやっぱ意識はしてると思います。はい、もう改めてこう、はい、K-1 っていう舞台で、はい、こうチャンピオンを、はい、取る戦いに出るっていう、はい、意味での心境というか思った気持ちですか？やっぱり本当に何ですかね、世界のもう強豪が本当に集まった大会だと思ってるので、あと1日3試合っていうのが本当にここ最近はないので、トーナメントも4回か5回も経験してますけど、本当にトーナメントの厳しさは本当に分かってるので、ちょっと厳しいなっていう、はい、ちょっと怖いなっていう気持ちの方がちょっとでかいかもしれないですね。普段とちょっと気持ちも違いますね。はい、では、はい、お兄さんがずっとこうベルト持ってて、はい、なかなかタイトル挑戦する、そうですね、はい、主役になる機会がなかったと思うんですけど、はい、今回 K-1 は、はい、マンデートーナメントですし、はい、まあ、優勝すれば自分がこう主役になれると思います、ね、はい、そういったところ意識してます？そうですね、もちろんもう、意識はしてますね。はい、もうクラッシュのタイトルも1回63キロでミスってから、もうリリーさんに負けてから、そこからチャンスがなかなか来なかったので、でやっとこうトーナメントでしっかりと本当に一番輝ける舞台ができたと思うので、チャンピオンになったら本当にこう一番輝けると思うので、そこはすごい意識してますね。はい、そうですね、はい、その気持ちは変わらないです。もちろん今も変わらないですね。はい、一人いれば、絶対的なチャンピオンがいれば問題ないと思っているので、そのチャンピオンに僕がなりたいなと思っています。はい、まあ、あと11月に65キロトーナメントがあって、かなり盛り上がりましたけど、はい、今回の60キロの新しいトーナメント、
まあ、比べられるところもあると思うんですけど、はい、まあ、60キロの盛り上が、が盛り上がるようにしたいとか、こういうものを見せたいとか、いろんなことを考えてます。うん、そうですね、もう60キロ本当に世界の強豪も多いですし、で最激戦区だと思っているので、あとはスピード、技術、パワー、もう全部が見せれる階級だと思っているので、そういうところを見せたいですね。はい。あとは自分にしかこういう選手がなんですかね、この階級にいるっていうのは、僕みたいな選手がこの階級にいるみたいな感じですよね。はい、そういうところを見てほしいなっていう、はい、他の階級には僕はいないっていうぐらいの感覚ですね。K-1 で初めて試合を見るという人もいると思うんですけども、はいはい、自分はどういう選手だっていうふうに自己分析されてますか？そうですね、まあ、他の選手よりは技術もあって試合をコントロールできる選手だと思っているので、その技術を、技術でどう倒せるかっていうところが自分の課題だと思っているので、そこを見せたらこのトーナメントを爆発するんじゃないかなと思ってるので、どう KO を狙うかしか考えてないですね、1回戦から。はい。理解しないますけど、決勝はお兄さんと戦いたいという感じですか？まあ複雑な感じですけど、やっぱり格闘技界が一番盛り上がるのはやっぱり兄弟対決だと思うので、そして、まあ、小さい頃から空手時代に戦ったことがあるんですけど、その時も全部全敗なんで、まあ、明確にこう勝敗が分かる兄との試合っていうのはもうこれが最後だと思うので、このチャンスをものにしたいっていう、はい、気持ちですね。はい。